ハルハルヌーン、ケンツメッシーです。あさってぐらいに、挨拶が平洋に戻りますので、あと少しお待ちください。今日はですね、ヤギクサポンプがまだ強いっていう動画を出すんですけども、いろいろデッキ使いました。ジャイサン重視とか、いろいろ使ったんですけど、やっぱ俺、ジャイサン重視全然使えなくて、とてもじゃないけど、お見せできるものではなかったので、ちょっと今日はゴレに、エリクサーポンプを入れて使っていきたいと思います。まあ、昔あった形ですね。ここのエリクサーポンプ入ってるゴレは、ポイズンとかがなくトルネザップっていう感じですね。まあ、エリアドで、ゴーレムを出して、ここら辺重ねてトルネザップで全部消すっていう、まあ、ゴリ押しですね。なんですけど、今までは初手エリポンっていうのが強かったんですが、途中にエリクサーポンプを置くっていうところをちょっとお見せできたらいいかなと思います。で、エリクサーポンプ終わったと思ったんですけど、全然強いんで、やっぱり。使う人が上手いとね、強いんで、まあそういうところね、ちょっと学んでいただければいいかなと思います。別に俺もそんな自信ある日じゃないんですけどね、エリクサーポンプに対しては。途中からその初手にエリクサーポンプない場合とかの、立ち回りが難しくてやめちゃったんですよね、エリクサーポンプ使うの。ここは、相手枯渇ですね。こっちザップなんで、ちょっとそこは難しいんですが、まあ、トルネでキング起動うまくしてあげて、やっていきたいですね。さあ、このプリンセスの処理が非常にだるいですね。とりあえず、ダクネ出してあげて。まあ、たまにタゲ取ってもタゲ取れなくても、タゲ取れなくてもどっちもいいですかね。これはそうですね。まずガール、おっと。これがセパレートされたの美味しいですね。で、相手はさっき、キング起動を警戒の位置に出してきて、それでトルネで吸わなかったんで、普通の位置に出してきたので、しっかりとトルネで吸っていきます。プリンスがちょっと厄介ですね。どうしようかな。エリクサーポンプを置かれた瞬間に、プリンスギャングされたらシンプルにしんどいんで、これエリクサーアドバンテージですね。で、呪文がわかんない。ファイボかポイズンかロケット。オッケー、ロケットですね。だったらこの真ん中でいいですね。そうだな。エリポンにロケット打たれるっていうことはっていう感じから始めていきたいですね。キア切って、プリンセスもいるんで、とりあえずメガゴ後ろから出してあげて、ダクネをここから展開してあげて、逆サイドに来るプリンスをここでゴレで釣るっていうのが結構強いです。が、このメガゴが残ってる状態なんで、一回ゴーレム展開してあげて、このメガゴがいるうちはあんま相手攻めれないっていうところで守っていきたいですね。で、バレル飛んできたらランバーで守ってあげて、多分許容してあげて、これで放置でいいのかなって感じはするので、こっから組み立てていきたいです。で、ロケット防衛されると思うので、形だけ作っちゃって、こんな感じで。で、作っちゃって、おそらくここでロケット防衛ですよね。ここでエリクサーポンプですね。ここですぐエリクサーポンプ置いてあげることによって、まあ相手のリズムを崩すってことですね。ただここは相手の攻撃受けないといけないんで、まあ、ブッパが来るかなって感じですね。メガゴ出してあげて、まず守ってあげて、ベビードラム裂いちゃいます。よいしょ。で、今度はこっちを守りつつ、バレル来るかな。お、来なかった。これ、ロケットで削られちゃうか。危ない危ない危ない。ちょっとこんな感じで削らせていただき、よいしょ。もうここも一気に攻め取るので押し込んじゃって、ロケットと。ただこれめっちゃ残りますよね。オッケー、強い。まあ、ミニゴレとコウモリが残ったので今のでフィニッシュって感じなんですけど、ガーって攻めてロケット打たせてエリクサーポンプ置くっていうのが、まあ、このエリポンゴレの強いところなので、そのエリポンこっちが置き続けてると、そこにしかロケット打ってこない相手には一回防衛で使わせたりとか、そのロケットを吐かせてあげてから、展開してあげると結構機能するって感じですね。やっぱりそのエリクサーポンプって受けから入ることができるので、試合の中盤においても、まあ、非常に強いのかなって感じはします。まあ、とはいえやっぱ初手に来ないっていうのはなんかちょっとこう寂しい感じはしますけど、まあでも散々三重士とかにそれでボコボコにされちゃったんで、まあいいかなって感じですね。あー、クロスボウか。どうしようかな。ゴレを手札に回してガン待ちですかね。ガン待ちです。ナイト型。
インフェかテスラかってとこがちょっと気になるぐらいですかね。本当にガン待ちですね。で、アーチャーナイト出された時にダクネとか出してあげて、まあ守るって感じですね。で、この4コス切った瞬間に出されるクロスボウが、これなんですけど、間に合わないんですよね、これが。なんで、良くない、あんまり。で、ここザップ打ってあげて、まあ、ターゲット戻して大ダメージは防ぐんですけど、上手い人はやっぱここついてくるんで、ちょっと今の俺が、ミスプテが、甘えましたね。今のしちゃうと、ここでエリクサーポンプの、じゃねえわ、クロスボウの受けがなくて、次苦労するんで、ちょっとまずいですね。まあ、ユニットバーってぶっぱすぐしかないですね。幸いテスラはあそこの位置に出されたんで。エリポン置いてる暇はないかなーって感じもしつつ、逆にエリポン置いてクロスが来るんで、ここで読みのランバーを先に出すと。そうしてあげると間に合わないって感じですね。ただ、思ったより残るんですよね、これが。で、このダメージはもう許容しちゃっていいかな。許容していいですね。で、こっからですね、作っていきたい。まあ今みたいな感じでエリポンを置いた瞬間に、ランバーを端前とかに出してあげると、まあ、クロス側としてはあそこしか攻めるタイミングがないので、まあそういったところが非常にいいのかなって感じがしますね。あとは呪文で削らせたくないんで、形を作っていきたい。で、呪文を打たれた瞬間に、よいしょ。とりあえず形を作るんですけども、さあ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 、一回テスラはそこの位置に置いてくれたんで、相手は多分呪文削ぎに走りたいんじゃないかなって感じはするんですけど、呪文で削らせたくはないですね。よいしょ。大体多分エリクサーポンプも、エリクサーポンプじゃねえわ、クロスを攻めで使ってこないと思うので、まあ、呪文削ぎしてきたタイミングでちょっと勝ちに行きたいかなって感じがしますね。で、アーチャーが非常に強いんで、まとめて消したいですね。こんな感じで消してあげて、ファイボ使わせて、ファイボとか使わせてランバーを追加と。ただ守られちゃうんですね、ここ。よいしょ。守られちゃうんで、まあ、ここでゴールも出して、これファイスピ入んないよな。やったわ。一発入ったらやばい。これやばいんですよね。もう呪文削ぎのサイクルに入っちゃうんで。とりあえずターゲット取ってから、よいしょ。とりあえず爆破で、まあ、ゴリ押しって感じですかね、ここは。ただ、ザップまだ打てないんで。で、ここで中型の呪文がないと、削りきれないんで、そこがちょっともどかしいかなって感じがします。で、相手がここでファイボー削りを始めた瞬間に、まあ、ジエンドって感じがしますね。あー、しまった。ダクネの位置が。ここですね。ここでやりきるしかないですね、もう。なんで、やばいな、これ。回っちゃったかな。回っちゃった感じはするんですけど。グッドゲーム。これは GG ですね。まあ、惜しかったかなって感じはするんですけど、まあ、最初の、なんですかね。甘えた4コストを抑えたときに、やっぱりしっかりとクロスボウを出されたっていうのが、ちょっと響いちゃったかなって感じはします。まあ、そこら辺気をつけたいんですけど、途中に置いたエクサポンプの後に来た端前クロスに対しての4コスランバーとか、読みのメガゴとかは非常に使えるテクニックなので、ぜひ使ってみてください。クラルはね、本当に甘えた瞬間負けみたいなのがあるんで、マジで、舐めてました。すいません。クロス相手は本当にゴレテフタに握ったらずっとガン待ちじゃないと、4コス切った瞬間本当に間に合わなくなっちゃうんで、まずかったですね、さっきの本当に。
とりあえず相手が2コス切ったんで、1コスで、実質1コスで出してあげて、クロスですね、これ。待つしかないんだよな。ここでリポン置きたいんですけど、待つしかないんですよ。意外とね、ゴーレムでクロスで難しかったりするんですが、違うデッキだな、これ。クロスじゃねえな。ってことはリポン置きゃよかったってなるんですけど、まあ、そんなこと言ったらキリがないんで、難しいところではありますね、本当に。ここも捨ててあげて、よいしょ、あわよくばこのメガゴを処理してくれればいいんですけど、よいしょ、まあ一旦カウンターって感じですかね。よいしょ、とりあえず処理してあげて、ターゲットがベビドラに向いてるんですけど、ザップ使ってあげることによってリセットでベビドラが入るって感じですね。おそらくだいぶ削ってくれるんじゃないかなって感じがするんで、ここでどうしようかなって感じではあります。まあ、トリマエリクサーポンプを置いてあげて、受けからですね。でここもメガゴターゲット取ってくれたのが美味しくて、こんな感じで、であの193がね、地味にしんどい、本当に。なんで、まあ、ビジョンとしては右側を追って最後に有利な状況で左側行きたいって感じですかね。さあ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 、もしくはザップでちまちま削るか。そんな感じもするな。ただ今ライトニング使ってきてくれたんで、ザップでちまちま削る？削れる？あれ、とりあえずこっち流しといてあげて、ゴレ出しても削りに行きますか。でそうなると多分相手はこっちは攻めてくるんで、ライトニングをうまくかわしつつって感じですね。オッケー、守ってくれたら美味しいですね。で、ここ、ライトニング使ってきたら、このエリクサーボムが残るって感じで、相手が呪文を出すタイミングで重ねてあげたいですね。で、ここ、メガゴとか出してあげて、オッケー、後ろ、相手後ろからメガゴ切ったんで、もう真ん中にジャイ重ねることはないなってところで、形を作っていきます。で、ライトニングが本当にな、強いんで、もうどうしようかなって感じですね。削られちゃうんで、よいしょ。とりあえずこんな感じで受けてあげて、ライトニング打たれないところにメガゴとか出してあげてって感じですね。で、形作ってあげて、まあ真ん中ゴレ出してって感じですかね。で、墓石出されて、で、ここは先ほどと一緒、ザップでターゲットリセットしてあげて、まあこの右側も入るし、このキングも取れるしって感じの、まあグッドゲームですね。感じでなんとかやりました。ちょっとクロスボウ戦がちょっと、いいところ見せられなかったので、また精進して頑張っていきます。というわけで、今日はこちらのね、エリクサーポンプ入りのゴールも使っていったので、よかったらエリクサーポンプまだ健在なので、エリクサーポンプゴレ、もしくは30種とかを愛用していただく方は、ぜひ使ってみてくれるといいかなと思います。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。おつめし。